僕になんか用？実はメガウォッチっていう腕時計を探してて、何か知らない？つけてるー。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで次何しよったっけ？目的、瓢箪池公園で感じて遊ぼう。そんなこと言ったんやっけ？これは感知から直接なんかお誘いみたいなの来たんやっけ？あ、すぐそこやね。何するって言った？すぐそこじゃなかった違うおじさんやった。待って、どこ？これは近々点滅しよるそよ風ヒルズでいいのか？おー、いいねいいね、そよ風ヒルズ。多分あの矢印のところに行けばいいはずよね。瓢箪池。あ、あそこだ、公園。見てー、なんか落書きあった。落書きっていうレベルじゃなかったけど。他のみんなもおるんかな。あ、あったあった。お待たせ、ジバニャン寝てる。滑り台の上で。遅かったね。約束の時間より2分32秒の遅刻だね。嫌なやつだな。ごめんなさい。でもどうしてそんなに細かい時間までわかるの？僕にはこれがあるからね。なんで2つ持ちなんだよ。メガウォッチが2つも？どうしたの？パパの知り合いにメガウォッチを作っている会社の人がいて、その人からもらったんだ。こっちの色違いの方なんか限定からの超レアものなんだよ。どっちが普通でどっちが色違いなのかわからん。どっち？赤い方か。今見せてるのは赤い方だな。なんか狙われよったよ。すごい、なんかキラキラ光り始めた。これはメガウォッチの GPS 機能が正常に動いている証拠さ光りすぎじゃね？このメガウォッチから発信される電波と地球の周りを回る通信衛星をつないで、自分や他のメガウォッチをつけている人が今どこにいるかすぐにわかるんだよ。へえ、すごいね。やだな、なんか GPS の情報がそこら辺に公開されてるのは。せっかくだから2人でメガウォッチつけて、この機能でハイテク鬼ごっことかしない？あー、来たよ来たよ、カラス。うわー、面白そう。メガウォッチちょっと気になっていたの。決まりだね。じゃあ手を出して。危ないよ。ほらー、ちょうどいいタイミングでジバニャンが起きた。あー、メガウォッチが、カラスよ、カラスが取っていったのよ。滑ってきた、かわいい急いであのカラスを追いかけなきゃ。メガウォッチを取り返すんだ。でもどうやって？もうどこまで行ったかわからないよ。まあ鳥やもんね。あ、そっか、 GPS 機能だよ。僕のメガウォッチで取られたメガウォッチの場所がわかるのさ。そっか、カンチ君頭いい。カラスの行く先がわかったぞ。現在そよ風ヒルズ北西方面に移動中。急いで追いかけよう。そよ風ヒルズ北西方面。カラスを探そう。この木にもいそうだけど、とりあえず行きますか。カラスカラス。何あのステージって。なんか野外ステージ。おー、野外ステージや。誰？ドリアン佐藤。誰なの？はい、ミーの名前はドリアン佐藤。ダンサーだ。あ、はい。Hey you! 足りてないな、ソウルが。これを使うといい。パパイヤ鈴木的なことなんかお、音楽アプリを手に入れた。やった、ありがとう。それは音楽アプリ。それを使えば、いつでもどこでもノリノリのミュージックを聴けるぞ。あ、ありがとうございます。めっちゃ踊ってる。ただし、音楽はミュージックカードを使ってアプリ内で買う必要がある。少しだけ分けてあげるから、試しに音楽を買ってみたらどうかな。あ、はい、試してみます。ずっとちょっと弾いてる。ミュージックカードを手に入れた。やったー。あ、落とされる川に。僕のメガウォッチ返せ。はあ、最悪。はあ、メガウォッチが川に。はあ、メガウォッチが流されていく。大丈付。メガウォッチは防水機能付きだ。まだ GPS の電波は追跡できるはずだよ。いやー、言うて防水機能ってね、水の中に入れる用じゃなくない？防水って。生活とかであるさ、なんか、雨とかをしのぐぐらいの感じじゃない？でも、なんで水面に置いたものなんだろう？そんな機能あったっけ？お？妖怪か？アイナちゃん、妖怪ウォッチを使ってください。メガウォッチの周りに妖怪の気配がします。うん、わかった。カッパかな？寝てる、かわいい。のがっぱ？のがっぱ、起きてください。ちょっと、聞いてます？めっちゃ流されていきよるけど。残念ながらのがっぱ、ぐっすりお昼寝中のようでぃす。でもそのおかげで、ね、メガウォッチも助かってるんじゃない？あれぐらいなら防水機能働きそうな感じするし。もう仕方ないなぁ。のがっぱを追いかけましょう。きっと南の下流まで流されていくはずです。ほうほう。でも結構遅いけん、まだ間に合うんじゃね？ん？へっへっへ。あれ欲しいパックン。借りちゃおっかな。誰あれ？パックリーン。わからねえ。パックリーンってあれ借りてく。パクるってこと？先に行っててくれ。僕は正確な標識ポイントを計算するよ。遅くならないそれ。普通に早くした方がいい気が。あ、すごい、ちゃんと本当に動きよるんや、リアルタイムで。マジか。どこから降りるのこれ。あ、ほら、あそこに流されてるのがっぱ。ねえ、どこから降りるのこれ。あっちからや。今のがっぱを追いかけないと。待ってね。こっちから降りられるんですね。オッケー、オッケー。来たのがっぱ。この辺で話しかけられるか？おい、のがっぱ。起きろ、起きろ。もっと流され、おー、ここか。違うな。待って。あ、のがっぱ、ちゃんと流れ着くんか。うわー、いる。流されていって、どうにもできんなるわけではないんやね。よかった、メガウォッチが流れ着いてる。のがっぱ気持ちよさそうに寝ていますね。まったくこっちの気も知らないで。てか寝よる間にこんなに流されるってめっちゃ怖くない？なんか起きたら全然知らん場所とかあるんやない？今のうちに早くメガウォッチを。お、パックリーン。あー、パックリーン来た。あー、メガウォッチがふわふわ浮いてる。そんな機能あったっけ？いやいやいや、ないよ。知らんけど。これって間違いなく妖怪の仕業だよね。アイナちゃん、妖怪ウォッチで調べてみてください。なんであいつずっとそこにとどまってんの？いつまで寝てんだ。おい。何もいなくないよ。目の前にいるじゃないか、のがっぱが。ありえない。メガウォッチが空中に浮くだなんて。この決定的瞬間をカメラで撮影しなきゃ。いや、早く撮りな。君は一体なんていう名前なんだい？パックリーンって言ったけど。妖怪を見つけた。誰？わからないんだけど。カリパックン。なんか名前聞いたことある気がするな。見た目わからんけど。パックリーン。やっぱかっこいい時計だ、パックン。ウィスパー、この妖怪は？仮パクをするのね。この妖怪は仮パックン。借りたものを自分のものにする妖怪ですよ。妖怪不祥事案件で言うところの。あいつに貸したの？あちゃー、もう帰ってこないよ、それ。ですね。へへへ。このメガウォッチはパックンがちょっと借りてくパク。確かに小学生の時に貸したまま帰ってきてないものとかあるな。アイナちゃん、仮パックンを捕まえましょう。このまま仮パクされたら、絶対にメガウォッチは帰ってきませんよ。うん。追いかけ追うのがっぱ、いつまで寝てんの？あ、起きた。なんすか、出番すか？呼んでないけど、まあ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 。起きた？川に浮かびながら寝るととても気持ちいいっす。おすすめっす。そんな器用なことはできねえ。ありえない。おっと、セリフが変わってない。去っていったのが見えなかったのかい。おい待てよ、あっという間に捕まえたやん。うげ、ついてくるなパク。おいおい、待って、よくないよくない。ほら、ちゃんと、てか待っとってくれたやん今普通に待っとってくれたやん。あ、待って、開けとくね。ミニ経験値玉。ここで止まるの？めっちゃ普通にずっと追いついとったし、なんなら追い越しとったけど。はあはあはあ、お姉ちゃんたち足早いパクね。さあ捕まえましたよ。メガウォッチを返してもらいましょうか。あ、猫かわいい。お、いいところに来たパク。パクリーン。何？今度は猫？おいー、体を乗っ取ってしまった。あ、行っちゃった。まさか猫に乗り移るとは。カリパックン、なかなかやりますね。あゆなちゃんどうしたの？どうしたのもこうしたのも、メガウォッチが飛んでいったの見てないのか君は。今度は猫がメガウォッチを早く追いかけなきゃ。まあ空中を追いとるってよりは現実的よね。 GPS の反応だと公園の方へその猫は向かっているみたいだ。公園で泥棒猫を探そう。かわいそう、乗り移られただけなのに泥棒猫扱いされる。先に行っててくれ。僕は猫が行きそうな場所をシミュレーションしていくよ。なんなんさっきから後からのそっと現れて自分のものやろ。ちょっと歩き疲れてしまってな。ここで一休みしとるんじゃ。そよ風ヒルズというだけあって風がよく通る気持ちがええ場所じゃな。かわいい。こういうおばあちゃんになりたいよね来たぞ。めっちゃそんな遊具の周りを自転車でぐるぐる回りよったら危ないやろ。あ、住宅街に逃げてただと。待って、ここじゃない。住宅街とかめちゃくちゃ探しづらいやん本来ならね。え、野良猫とかいっぱいおるやる。普通になんか猫として過ごしてる。あゆなちゃん、あそこから登れそうですよ。あれか、容器が出とるとかそういうことに気づいてないというか、こっちがそういうのを見れることを知らないのか。お、足跡マークがあるところは登れるってことかな。待てよ待てよ、めっちゃ怪しくない小学生の女の子が塀の上を伝って警察に通報される案件やな。あ、うわー、すり抜けてったよ。ここまで来て逃がすもんですか。追いかけますよ。え、出られる？これ泥棒猫を捕まえよう。やったー、イクラおにぎり。今日食べたんや、イクラおにぎり。お、ここから出られた。はあ、すっごい退屈。なんかこうビシッと刺激的なことでも起きてくれたりしないかな。そうそうないんよそんなことは普通に平凡な毎日を過ごすんよ。危ねえ。お、妖術大百科。まだこの先だな。うい、いた。後ろからどつかれたけど。よーし、追い詰めたんだから。お、なんかそこのマンホールの中入っていきそう。ナイス、あゆなちゃん。あとは僕に任せて。なんかいいところだけ持っていくな。この泥棒猫め、もう逃げられないぞ。メガウォッチ、どこに隠したんだ？え、持ってないの？うわー、怒った。やめろ、爪立てるな。あ、出てきた。ジェイ、お姉ちゃんたち、ほんとしつこいパクね。カリパくん、もう逃げ場はありませんよ。おとなしくメガウォッチを返して。へっへ、こうなったら、バトルで白黒つけてやるパク。仲間にはなりそうにないな、なんとなく。お、なに？取りつかれたらおはら、あー、取りつきが出てきだすのね。敵妖怪の中には味方の妖怪に取り付いて様々な邪魔をしてくる者がいます。取りつかれるとピンチ。まともには戦えません。そこでまずは冷静にメンバーサークルを回して取りつかれた妖怪を後ろに下げてください。そしてお祓いです。うまく操作してお祓いをしてください。お祓いが成功すると状態が戻り経験値もゲットできますよ。よし、戦う。あ、そっか、体力そのまんまなんやっけ。え、待って、お亡くなりになんてことだよ。マジで一回一回回復すると勝手に思ってた。そっかそっかそっか、あの体力のまんまなんやな。ひもじインパクト、何その技知らないんだけど。え、回復技なんや。遅いよー、回復するの遅いよー。さっきジバニアの時にひもじいが出てたらよかったんやな。なるほど、すぐ忘れ。やだな。敵のいい効果を打ち消した。そういう感じね。グレルリンかな。回せばっかりや。いけー。え、なんか誰か仮パックに取り付いてる。突っ張りベンチ。体力とかって見えんのやっけ、相手の。一人じゃなんかあれやんな。こうしとく。ほら、片付けろ。あ、取りつかれとるってことか。そういうことか。待って待って、いや、ちょっとお祓いさせてくれよお祓いさせてくれよ、今回しよったのに。全てにおいてタイミングが間に合わねえ。早いな、安っぽい腕は。メガウォッチはメガウォッチを追いかけていたはずやのに、安っぽい腕輪が手に入ったんやけど。さあカリパックン、今度こそメガウォッチを返してもらいますよ。びっくりした、ビンタしたんかと思った。ああ、勝手に取るなパク、ちょっと借りただけなのに。じゃあ何逃げてたんです、借りパクする気だったんでしょ。ダメよ、ちゃんと返さないと。借りパクされた人がかわいそうでしょ。てかさっきから空中でメガウォッチがえ、ちょっと待って。あれか。完治は普通にまだ野良猫を追い詰めよる感じ。やめてあげて。かわいそうだから、もう。チェーケチ。つまんないから、パックン、もう帰る。仲間になれよ、おい。ほら、完治こっちだよ。さて、ようやく一件落着ですね。てか、完治の目には一体こっちは何をしているように見えてんだ。ウィスパー、メガウォッチを貸してにゃ。俺っちもちょっと遊んでみたいにゃん。めっちゃキラキラしたお目々。ダメですよ。ジバニャンが触ったら、その爪で傷だらけになっちゃいますよ。大丈夫にゃん。ちょっと触るだけ。ちょっとジバニャン、そんなに引っ張らないでください。あ、落ちるんじゃねえ。あー。はっ。ほーら、落ちたー。もうちょうどいい感じに、マンホールが開いとるけん。キャー、ちょっと何してんの。おいカンチ、野良猫に押されてんじゃねえよ。こっち来ないで、もう何もしない、何もしないから。フギー、悪いけどアイナちゃん、後のことはよろしく。おいカンチ、かっこ悪いよ。自分の時計だろ。追いかけるのか。今のうちです。メガウォッチを拾いにこのマンホールの下へ行きましょう。やだなぁ、汚そう。装備で友達妖怪パワーアップ。妖怪にアイテムを持たせて強くする、それが装備です。さっきのあれかな、安っぽい腕輪か。妖怪の力や守りなどを強化したり、特殊な能力を得ることができます。1個しか装備できない妖怪と2個装備できる妖怪がいるみたいです。妖怪の種族や性格を考えて何を装備させるか考えましょう。行こう。何、子供がいるんですけど。マンホールの中がこんな場所になっているとは。桜ニュータウンのいろんなところに繋がっていそうですね。あれ、なんか汗が出てきちゃった。おやおやアイナちゃん、こんなに涼しいのに。さてはこの暗い地下水道が怖くて冷や汗かいてるんですか。ぷぷー、女の子だからない。そういうウィスパーだってかいてるよ、汗なんですって。あははは、それにしてもメガウォッチ見当たりませんね。コロコロとどこかへ転がっていったのでしょうか。その辺を探してみましょう。ねえ、あの子供たち、なんか、割と普通に妖怪うろつきよるけど、マップ見たら。でも子供たちもいるんだな。ここにもおった。うわ、捕まってしまった。ごまみそ隊の本部に報告だ。誰だよ、ごまみそ隊。あ、開けれた。ってことは、あっち側も開けられるってことか。ダメ。あ、女の子なんや、これ。ここは私たち、ごまみそ隊の縄張りだよ。通してあげないんだから。本部に連絡行ったんじゃなかったの。なんだ。さっきから汗が止まんない。ねえ、なんか変よね。あ、汗っかきがついてる、もしかして。確かに変ですね。涼しいのに私も汗が止まりません。もしかしてこれって妖怪の仕業かな？かもしれませんね。少し調べてみましょうか。あれ、珍しいね。ウィスパーやったらいつもさ、いやいやいや、みたいな。あるやん、そういうやりとり。地下水道の突き当たりを調べてみよう。突き当たり？よったー。汗っかき。こんなところから？だって、ここに入った時点でもう汗かきよったよ。妖怪を見つけた。どれぐらいの範囲まで効くんやろ、その妖怪の効果みたいな。ごめんよ、僕のせいで君たちに汗かかしちゃって。いやー、ものすごい汗ですね。ねえウィスパー、この妖怪は何て言うの？この妖怪はですね、あ、汗で手が滑っちゃって、妖怪パッドの操作がなかなか。そんなに？ああ、そうでしたそうでした。あれは妖怪汗っかきです。どういう風に調べようんやろ。特徴を入力するとか。汗っかきに取りつかれると汗が止まらなくなってしまうのです。妖怪不祥事案件。こんなに寒いのになんであいつは汗かいてんの、というやつです。そんな案件ある？聞いたことないけど。僕になんかよ。実はメガウォッチっていう腕時計を探してて、何か知らない？つけてる。これのこと？ああ、メガウォッチ。よくつけれたね。おー、拾っててくれたんですね。ありがとうございます。やだ、これ僕のだもん。ねえ、汗っかき。そのメガウォッチは私の友達のものなの。お願いだから返して。やだ、これは僕が見つけたから僕の問題。あっち行け。そういう感じ、汗っかき。さすらい玉、おー、久々なんか。さすらい玉がふらふら。とにかく急いでピンで打て。ちょっと通りますよ。バトル中、たまにこんな感じの光る玉が漂ってくることがあります。これがさすらい玉です。ピンで狙えばいいことがありますよ。容器ゲージが回復したり、敵の妖怪が友達になりやすくなったり、それ助かるね。懐きやすさアップしてほしい。バトル後にアイテムをゲットしたり、お金、経験値にボーナスがつくことも。損することはないので、見つけたら急いで割っちゃいましょう。ハズレとかあったらめっちゃ嫌やもんね。忘れん坊めちゃくちゃ厄介なんだけど。ちょ、待って、とりあえずジバニャンの技を。いけ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 。ジバニャンもう結構なんか体力減ってない？墜落一丁。ジバニャン、ジバニャンがあっという間にやられてしまう。墜落一丁。ちょ待って、ちょ待って、待ってって、狙わせて。ちょっと待って、狙わせてよ。今さすらい玉さすらってきたやん。クソ、撃てたと思ったのに普通に戦いが終わっとった。なんてこったい。あ、でもこれあれよね、倒されてもレベルが上がるっていう。さあ返しておくれ。さあ、せっかき、メガウォッチを返してもらいますよ。くすん、いい時計見つけたと思ったのに。いいんだ、いいんだ。どうせ僕なんて、暑苦しいってみんなから嫌われて、このまま友達もいないまま、ずーっと寂しく生きていくんだい。まあでも、妖怪ウォッチの世界の妖怪、だいたい迷惑かけよるけど。ね、大丈夫よ。何もそこまで落ち込まなくても。元気出してよ、せっかき。メガウォッチをあげられないけど、その代わり、私が友達になる。ってことじゃダメかな。お、仲間になる？え、本当？友達。お、じゃあ最後の一枠は汗っかきってことやね、手持ち。汗っかき。思っとった声と違う。もうちょい可愛い、なんか、なんていうん？もうちょっとなんか子供っぽい感じの声かなと思いよった。汗っかきと友達になった。結構なんかおじさんっぽい声やん。それでさっきの話し方？嫌だな。ポタ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 。汗が滴ってるよ。見てるだけで熱くなりそうだ。えへへ、時計返すね。ありがとう。メガウォッチを手に入れた。バイバーイ。アイナちゃん、やりましたね。早速カンチュに返してあげましょう。どうした？おや、どうしました？このメガウォッチ、なんかベトベトしてるんだけど。でしょうね、汗っかきがつけてたから。めっちゃ嫌だな。汗っかきの汗ですね。まあでもさっきからね、空中を漂ったり、野良猫にさらわれたりしよるけん。何かしらベタベタする場所にたどり着いたんやろうなーとは思うんじゃない？カンチくん、メガウォッチを取り戻してきたよ。何一足先に公園に帰ってんだ、一人で。自分で探せよ。アイナちゃん、ありがとう。なんか大変な鬼ごっこになっちゃったね。だけどどうしてもわからないことがあるんだ。わからないこと？カラスがメガウォッチを持っていたのは、カラスに光るものを集める習性があるから。あと、メガウォッチが水に沈まなかったのは、データを守るため浮かぶ構造だったから。そうなんや。と理解できる。でも猫に狙われたり、空中に浮いたりした理由は謎なんだ。まあ猫は転がるものは好きだからな。まああれは、妖怪が乗り移っとっただけやけどさ。まさか、まだ発表されていないメガウォッチの新機能だったりして。違うんじゃないかな。もしかしたら妖怪の仕業かもよ。は？妖怪？そんなのいるわけないじゃないか。そもそも妖怪なんて民間伝承から生まれた想像上の生き物で。カンチ君にも妖怪が見えたら話が早いんだけどな。目の前にいるよ。それは無理ですって。妖怪が見えるのは妖怪ウォッチを身につけたものだけですから。ですから、私がこの白く輝くボディを超アピールしても、彼には全然見えない。お？カラスに見られている。めっちゃ見られてる。ウィーウィスパー？そっか、カラスって光るものを集めるんだっけ。なんかカンチも、カラスを見よるんか。続く。